こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はね、ちょっとこう見慣れない格好だと思いますけども、私なりに喪に服する気持ちでこの動画に当たっております。そうなんですよ、プライバシーに配慮する関係で、まあどなたとは言えないんですけども、私のね、まあ大切な友人のお父さんがね、亡くなったんですよね。で、詳細はここで省きますけども、私も同じぐらいの年齢の父がおりまして、で、ここのところね、調子が悪いんですよね。寝たきりになるような状態ではないんですけども、だいぶこう生命活動が衰えてきたといいますか、で、手術を先延ばしにしているところもあって、まあついにね、年を越して1月24日手術のための入院が決まったんですよね。やっぱり父の気持ちとしては、もうちょっと自由に歩いて孫たちに、そして、まあ、子供たちにね、伝えたいことがある、一緒にしたいことがあるという、その希望が、まあ、最後に手術に踏み切らしたそうなんですよ。ぶっちゃけその手術をしても良くなる可能性はそんなに高くないらしいんですよね。ただ手術を受けるだけで、もしかしたら状態は変わらないかもしれないし、その分落ちた体力を回復するためのリハビリなどが、まあ、入ってくるんで、まあ、結構気分的にはね、負担みたいなんですよね。まあ、でもそれを振り切ってちょっと一発やってみるかみたいな気持ちになったそうなんで、入院の準備をするそうなんですよね。で、今もね、あまり外出してもそんなに自由に歩けなくって、車の運転もぼちぼち危なくなってきたんで、まあ控えてるところらしくってですね、まあ人ってのは必ず老いていくもんで、老病死別と言いますが、老いて病にかかり亡くなって別れていく。人間が生きてるうちの4つの苦しみや悲しみってのがこの4つだそうなんですけども、まあ避けられないこととはいえ、それでも悲しいですよね。ちょっと前置きが長くなったんですけども、今回は私のですね、まあ、大切な友人であり視聴者さんのある方がですね、お父さんを亡くされたということで、かなりショックが大きいと聞いております。で、そういう時に YouTube はないだろうみたいな方もいらっしゃると思いますけども、私は YouTube によって私自身の命、そして家族の命が救われてますんで、どんな時でもこの YouTube、 私の本業を軸にお話しするのが筋だと思っております。その辺は多くの YouTube をされていない方や見るだけの方とは感覚が離れてるかもしれませんけども、きっとですね、同じ YouTube を軸にされている方なら、私のこの気持ちが分かってくださると思いますし、きっとおかしな形でその当事者の方にはね、伝わっていないと思います。まあ、改めてお悔やみを申し上げながらこの動画に変えさせていただきます。やっぱりね、まあ、私と同じ年代、40代50代の方は4070や5080と言われるように、お父さんやお母さんも年老いて弱ってるんですよね。もう中にはもう亡くなりになってる方もいるかもしれませんし、ご存命であってもそんなに遠いことではないんですよ。10年後を想像した時にどうでしょうかね。あっという間に来ます、10年後は。その時にいつもと同じ食卓にお父さんやお母さんはいるでしょうか。あ、そして実家を離れて暮らしていらっしゃる方、年に1回会いに行くとしても10年で10回顔が見れるかどうかなんですよね。まあ、貴重な機会だとも思いますし、こういう感染症が流行ったね、1年2年だったんですけども、それでもね、そればかりを気にしていれば全てのタイミングを逃すことになります。まあ、コロナが収まったらとかね、収束したらっていう枕言葉はありますけども、それこそたらればになってもいけないので、難しい中だと思いますけどもね、電話一本でいい。例えば私みたいに動画で気持ちを送るのも、もちろんよろしいかと思います。何かの形で、感謝とね、まあお礼と言いますかね、そういうのを伝えておくといいんではないかなと思います。今回ですね、私のところにメールでお知らせいただきまして、まあありがとうございます。そこまで私のことを思ってくださっている
と思うと、逆にね、なんかこう嬉しい気持ちしたら湧き起こります。本当ありがとうございます。そして重ねてお悔やみを申し上げます。また気持ちをつきましたら元通り仲良くやっていきましょう。で、最後のメッセージになりますけども、これは私に対するメッセージでもあるんですが、YouTube の中で竹原チャンネルっていうのがあるんですよね。これはプロボクサーの竹原慎二さん、ガチンコファイトクラブのね、竹原さんが、自分のチャンネルを作ってボクシングに関わることを放送している番組ですけども、その中でね、今回のことに非常に思い起こさせるような一話があったんですよ。それはお母さんにお礼を言うドッキリみたいな企画がありましてね。で、普段は照れくさくって言えないんだけども、実家に帰ってビールを飲みながら、お母ちゃんありがとうねみたいなことを手紙を読みながらね、世界チャンピオンが、世界を制した男がお母さんの前では塩らしくなっているという、そんなね50歳の図でした。なんかそれを見てね、ああ俺もやんないとなと思ったのは事実なんですよね。竹原さんも生きてるうちにやっとけよっていうふうにその動画は締めてました、まあ生きてるうちにできること、もしあると思うんだったらこの場を借りてね、やってみたらどうかなと、私に対してのメッセージもあるんですけども、これを聞いてくださった、ここまで聞いてくださった皆さんのためにもメッセージを出したいと思います。そしてですね、残念ながら生きてる間に感謝が伝えられなかった、ごめんなさいが言えなかった方、全然遅くありません。胸の中にいるお父さんやお母さん、その大切な人に語りかけて、できればね手紙を書いてみてはいかがでしょうか。その手紙は誰に見せなくてもいいんですよ。書いて自分の心の中にいるその大切な人に、自分の目や意識を通じて伝えていくことが大事なんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、40代の後半、50代になってくると、どうしても死を意識する年代になってきます。若い頃にもう死んでやると思ったのとはまた違ったリアリティのある死だと思います。これは気休めになるかもしれませんけども、いつかは先に死んでしまった人にも会えると思うんですよね。まあ、ですんで、その日が来ることを、まあ、少し思いながらね、まだ命がある間はその人のできなかったところまでしっかりと生きていきたいなと思うばかりでございます。それでは今日は以上ですね。はい、じゃあありがとうございました。